確かに加速と高速走行はスムーズでした。しかしとにかく低速の時、ゆっくり走らせた時は振動が大きかったそうです。あまりの大きさから電気ヤンマと呼んでいたそうです。またとにかく白い煙を撒き散らしたとのことです。ガソリンもオイルも不完全燃焼を起こしていたのです。とても一般の道路を走ることができないものでした。そんなエンジンを恐る恐る分解してみました。中はボロボロでした。すべての元凶と言ってよい悪魔の爪痕がエンジン体内には刻まれていたのです。マツダ社長に対しても多くの意見が社内からあったそうです。あんな使い物にならないエンジンどうするんですかと。しかしマツダ常治社長には秘策があったのです。あの男ならきっと何とかしてくれる。その男こそ山本健一さんだったのです。山本健一さんは飛行機の設計者をしていました。茨城県の工場で設計していたんですが、やがて終戦の日を迎えます。故郷の広島に原爆が落とされ、家族が亡くなったことを知らされます。また、戦勝国であるアメリカによって飛行機の開発もできなくなってしまいます。好きな飛行機を作れなくなった山本さんでしたが、広島から手紙が届きます。お母さんからの手紙でした。原爆の中、お母さんだけはなんとか生き残ったようでした。それを見て山本さんは急いで広島に帰ります。最愛の妹さんが亡くなってしまったこと、そして広島の惨状を目の当たりにします。なんとか広島に帰ってきた山本さんですが、妹さんを亡くし、作りたかった飛行機が作れず、仕事が見つからない中で飲み歩くような日々を過ごしていたそうです。そんな山本さんを見かねたのか、お母さんが東洋工業の仕事を紹介します。東洋工業とはマツダの前身です。ただ当時の山本さんは、俺は飛行機を設計していた、だから俺を生かせるのは設計部だけだ、俺の配属は設計部にしろと嘘吹くような人でした。当然設計部には配属されず、最初の配属先は三輪トラックの製造現場でした。その現場でも、俺は設計のできる人間だ、俺のいるところはここじゃないというようなことを言うので、もともといた人々との喧嘩が絶えない日々だったそうです。仕事が終わった後も同じような話を飲み屋で口走り、他のお客さんと喧嘩の毎日を送っていたそうです。ところがあることに気がつきます。それは広島中に働いている人たちがいるということです。しかもその人たちの顔は広島の復興を信じているように見えたそうです。そしてそんな目をした人たちが使っていたのが、自分が毎日作っているマツダの三輪トラックでした。復興のための資材を敷き詰めて広島中を駆け巡っていたそうです。それを見た山本さんは、自分は何をやっているんだと思ったそうです。その日から山本さんは変わります。製造現場で一生懸命三輪トラックを作り、仕事が終わった後も設計部に自ら出向き勉強をしていたそうです。その後その頑張りが認められて、山本さんは念願の設計部に配属されます。やがてマツダ初の四輪乗用車 R360 の設計責任者になります。 R360 はマツダの初の四輪車です。その活躍を見ていたマツダ社長は、
山本さんしかロータリーエンジンをものにできるのはいないと思ったそうです。この R360 には当時では珍しいオートマチックの設定がありました。オートマチックの設定は社長の念願だったそうです。自分も足が悪かったということもあるんですが、マツダはこれから誰にでも優しい車を作っていくんだという思いがありました。